Be Legend 管理栄養士の布目です。今日は管理栄養士がおすすめする炭水化物ベスト5をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは1つ目、玄米になります。だいたい精白米食べられる方が多いかと思うんですけれども、私は玄米も必ず常備して、まあ 100% 玄米で食べる時もありますし、精白米と半分半分にして炊いて、食べる時もあります。なぜ玄米が、おすすめかと言いますと、精白米よりもですね、栄養価が高いというところが魅力的かと思います。ビタミン B 群の栄養素も多く入っておりますし、タンパク質も摂ることができます。そして精白米に比べると血糖値の上がり方というのが緩やかになります。低 GI 食品ですね、玄米の魅力の一つかと思います。ですのでぜひ健康に意識を置いている方は、いつも食べていらっしゃるお米をですね、玄米、一部玄米にしていただくとすごく栄養価が上がりますので、試していただければと思います。2つ目の炭水化物のおすすめは干し芋になります。私は個人的にお芋が好きなので、美味しいというところと、おやつにすごく適しているなと思います。食物繊維も豊富でして、で炭水化物量はしっかり入ってはいるんですけれども、こちらも低 GI 食品になるので、急激な血糖値の上昇っていうのを防ぐことができます。急激な血糖値の上昇を防ぐのは何がいいかって言いますと、やはり炭水化物を摂るとインスリンが血中にたくさん出ます。たくさんインスリンが出ると血液中の糖を体に吸収するという働きをしますので、このインスリンがたくさん急に出ない方がダイエットにもいいですし、急激な血糖値の上昇や低下というところも防げるので、低 GI 食品の干し芋というのはすごくおすすめです。その他に干し芋はですね、食物繊維も多いですし、あとは脂質が少ないというところも魅力かと思います。3つ目はバナナになります。バナナはですね、よく運動のシーンでも使われることが多いかと思うんですけれども、まず安いですし、あとは手軽に食べることができるというところがすごく魅力だと思います。そしてバナナにはですね、吸収スピードの違う3種類の糖質が入っておりますので、すぐにエネルギーになる、そしてちょっと時間が経ってからエネルギーになる、もっと時間が経ってからエネルギーになるという、3段階の時間差でエネルギー補給ができるというところも、運動のシーンでよく使われる理由の一つなんですけれども、それでいて、カリウムも入っていて、カリウムというのは体の中に取り込みすぎた余分な塩分を排泄してくれる、そういう働きもありますので、そんな理由からバナナもおすすめの一つとさせていただきました。4つ目はですね、コーンフレークになります。コーンフレークって様々な種類のものが売られているかと思うんですけれども、どれもですね、バランスよく栄養が取れるように作られているものが多いかと思います。それでいて日持ちもしますし、本当に忙しい朝なんか、そこに牛乳かけるだけですぐ食べることができますので、バランスよく摂取ができて手軽っていうところがコーンフレークの魅力ではないかなというふうに思います。そして最後5つ目がですね、お蕎麦になります。私は長野出身ですのでお蕎麦大好きなんですけれども、お蕎麦はですね、精白米に比べますとエネルギーが少ないというところ、あとはタンパク質が多かったり、蕎麦つゆにはルチンと言われるポリフェノールの一種なんですけれども、高血圧の改善ですとか糖尿病の予防なんかにも効果があると言われている成分なんですが、そういった体に嬉しい成分も入っておりますので、お蕎麦をおすすめさせていただきます。それではですね、今日は管理栄養士が勧める炭水化物ベスト5をご紹介させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。